はい、皆様こんにちは、おはようございます、そしてこんばんは。宮城県で弓を引いている48歳のおっさんです。皆様元気でしたでしょうか。まずは、前回の動画から1ヶ月ぐらいですね、1ヶ月以上ですかね、間が空いてしまいましたこと、大変、ご迷惑おかけして申し訳ございませんでした。2023年鹿児島特別国体に、参加してまいりました。鹿児島県は出水市で、開催されました、今回の弓道競技なんですけれども、おっさんもね、宮城県の青年男子ということで参加させていただいて、金敵はダメだったんですけれども、遠敵で予選を突破することができて、最終的には8位入賞ということが叶いました。おっさんいつもね足引っ張ってばっかりやったんですけれども、この太刀に入れたこと、すごく光栄に思って今後の糧にしてまいりたいと思います。また現地でですね、お声かけいただいた方、温かいご声援をいただけた方、陰ながら応援していただいた、スタッフの皆様、大変ありがとうございました。一生に残る思い出深い、国体に、することができました。本当にありがとうございます。おっさんの個人成績なんですけれども、まあ、予選だけなんですけれどもね、金敵の方は、相変わらずね初夜が入らない、もうねずっと今年1年のね課題にしていたこの初夜ですね、出だし、ここでねまたバツっていう風にねやってしまったっていうことがもう本当に心残りで、もう恥ずかしいやら情けないやらで、本当に今後なんとかしていかなきゃいけないなと、深く申し上げている最中でございます。それを踏まえまして、予選の結果は、私は×丸丸×ね、はわけでした。そして2回目はやはり×ね、初夜抜いてしまって丸丸丸の金敵は、8射5中でした。情けないね、最後ぐらいはしっかりね、初夜集めて、懐中残したかったなと思うんですけれども、もういかんせん緊張ですね、過度な緊張を背負ってしまって、もう体中がね力んでしまいまして、もう体がね回の最中もブル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 、もう狙いがねうまくつけられないぐらい、こうぐる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 ブル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 としてね、本当に情けない状態で、放ってしまった矢はパツという感じでございました。本当にこの辺はね慣れていくっていうか、もう体でその場にね、こういう勝負の場に身を置いて慣らしていくしかないんだろうな、自分に負けちゃうっていうところを克服していくしかないんだなっていうふうに感じました。で、遠敵の方なんですけれども、遠敵の方も、同じようにね、バツバツってゼロ点ゼロ点ときて、まあこれではいかんっていうかね、なんか2本、ブルブルしながらね引いてしまって、その後やっとこですね、的の中に入るようになりまして、0、0、7、10という1回目の結果で、2回目はですね3点、5点、7点、7点っていう感じでしたかね。で、すごくね仲間が頑張っていただきまして、144点、団体での成績でね、で、ボーダーラインが143点だったと記憶しております。わずか1点なんですけれども、そこを通りましてね、8位以内に入賞っていうことが叶いました。で、まあ、決勝トーナメントもあったんですけれども、まあ、決勝トーナメントはね、ちょっとね、太刀自体の行き合いが悪かったのかな、ちょっとねこう緊張、皆さんね緊張してね、私もねずっとおんぶに抱っこだったんで、疲れちゃったのかな、疲れちゃったんだなそれでまあちょっとさ、決勝トーナメント1回戦目で負けてしまいまして8位入賞ということでございました。
本当にね、いろんなことがあった、鹿児島国体だったんですけれども、私ね、全然もっともっとね、いけるっていうふうに思ってたんですけれども、それがなすことができなかったという点で、ものすごくね、反省して、今後もね、一生懸命頑張っていきたいと思います。やっぱりね、緊張する場面っていうのは、皆さんね、平等で、みんな同じね、環境っていうかね、同じ条件なんですよね。で、そこで、背負ってしまうその緊張っていうのは、それぞれありましてね、そこが違うのだと。しっかりね、緊張した状態でも、普段の自分のね、実力、もしくはそれ以上の実力を出せる人は、やっぱりいらっしゃるんですよね。やっぱり気持ちの問題、そう、気合、気迫の問題なんだなと思って、今後の自分にも、そう言い聞かせて、練習を頑張ってまいりたいと思います。本日の動画なんですけれども、この動画を撮った日付は11月9日の夕方でございます。最初に一手引かせていただいて、その後持ち穴の12本を引かせていただいて、最後に6射という感じの、20射の構成とさせていただきました。ですね、鹿児島国体終わった後ですね、ずいぶんちょっとね、心身ともに疲れが出ましてね、もう射形も気合もぐちゃぐちゃに一回なってしまって、全く当たらなくなってしまったんですけれども近頃やっとこですね、当たりは戻ってきたんですけれども、ちょっとね、不安要素がありまして、なんで自分がね、いつもだとこう伸び合ったりこう詰め合ったりしてると、なんとなくね、これはしっかりね、的の方面に飛んでいくなっていう感覚があるんですけれども、今現在はですね、全くそれがない状態で、なぜか当たっているっていうような、そんな状況でございます。この状態ではちょっとね、いただけませんので、ここからね、しっかりいつも通り、詰め合って伸び合ってね、射も細かいところね、少しずつ直していきながら、頑張っていきたいと思います。今日の動画ではですね、なんで当たってるのかさっぱりわかんないのにね、20射引いて、20射全部当たるっていうね、なんとも言い難いね、状況でございました。おさんもね、終わってみてなんでだろうってね、こうぬか喜びは捨てられないなと、そんな状況でございます。まだまだ離れに、至るまでね、迷ってしまう、ためらってしまう、そういったところがおさんまだまだ克服できておりません。ですので、その辺をですね、なんでそうなっちゃうのかっていうことを自分にこう問いかけながらですね、で一本一本、丁寧に引いていって、なんとか、そういうものをですね、克服して自分に勝って、素晴らしい射をできるように、今後も努力を続けてまいりたいと思います。さて、ですね、先日、高校生の試合を見ることがございましてね、今のシーズンちょっと前ですけれども、高校生は新人戦の、季節でございましたね。新人戦といえば、全国選抜の予選を兼ねた大きな県の大会でございます。でこちらにね、おっさん、ちょっとね、応援がてら、偵察っていうかね、見に行きましてね、高校生たちのね、元気いっぱいの離れですね、でこういうのをね、ちょっと参考にさせていただいて、やっぱり初心者の方っていうか、もうみんな初心者じゃないんですけれども、なんて言うんでしょうね、こう迷いがない離れをね、出す子たちね、こう自分の精一杯を出すっていう離れを見せられてね、おっさん、ああいうのこう見習わなきゃなって、おっさんも昔はああだったはずなのに、どこでね、こんなね、離れで迷っちゃったりねそういう風になっちゃったのかななんてね、そんな感じでございます。
で、高校生の試合を、見させていただいて、その中でもね、やっぱりね立派なシャスル子っているんですよね。やっぱりあのこうギャラリーがね応援する人たち、まあ、同じ自分の高校生の、まあ、高校のね応援だったり、まあ、他校さんからもねあの選手うまいよってね、うわあの選手こうかっこいいとかね、いろんなねそういう先方の眼差しをね受けながら、なおそれでもですよ、その的に向かって集中してね、で離れをしっかり出して、その的を射抜くその精神ですね、これは見習わなきゃいけないなと、本当にそう思うわけでございます。大気射技というあの教えですよね、ここにもあるように、勝つものを恨みず、かえってこれを己に求むるのに、私はこの言葉結構好きですね。で、こうやってね自分に、ストイックに、厳しくですね、こうやって練習を続けるっていうことですよね、それが、まあ、自分の成長につながると、信じて、頑張っていけることっておっさんは素敵だと思うんですよね。皆さんね、まあ、いろんなね価値観があって、いろんなその弓に取り組まれる姿勢があって、私はねそれでいいと思うんですけれども、まあ弓はねやっぱどこまで行っても武道で、どこまで行ってもあの表現だと思います。的中という表現、射形の美しさという表現、それとはあとはその佇まいとかね、そういったものを表す表現ですね、最終的にはそこに行き着いて、そうですね、自分がこう満足できるそういう射を目指してい、くのが、まあ、自分の道なのだろうとそう思うわけでございますよ。おっさんの道も道半ばまだまだですけれども、今後もね、しっかり精神力を磨いてですね、もちろん射技もしっかり磨いて、まだまだ、今回ね3つの目標でしたね、まずはね国体に出るぞっていうところ、ここは叶ったわけなんですけれども、その後ね全日本選手権の、予選は通ったけれども、東北のその予選会では全くあのそれが通用しなくてダメでしたし、であと6段の審査もね、全然ダメダメでしたんでね、こういったところを、こうやっぱ精神的にね自分にすっかりこう負けてしまってるっていうところがこうあらわになったわけですね。まあ国体も含めてですけれどもね、そういったところをやっぱ精神的なところも、両方同時並行的にね、磨ければいいのかなとそう思って練習しております。なかなかね一人だけではその辺の稽古っていうのは難しいと思うんですけれども、まあ人前にね出るね、出て、弓を引くということと、あとこうやって毎日、自分の腕をこう磨くっていうことと、これを同時並行して、練習していきたいと思います。話は国体の方にまた戻させていただきますね。国体の時にいろんな方からねお声掛けいただいたり、本当にねありがとうございます。ちょっとね試合に出る控えとかの時にね、声かけられて、まあちょっとねうまくお話できなかったこともありましたけれども、でもねこうやって見かけていただいてね、あの人YouTube の人だなーなんてね、声かけていただいたのっていうのはすごくねありがたいと思ってます。タイミングが悪いとちょっとねお相手できなかったり大変申し訳なかったんですけれども、本当に励みになっております。今後もね、一生懸命、頑張りながら練習を続けて、皆さんのね元気になるようなね、私も頑張ってるよっていうことで皆さんにね
一緒に楽しく弓引きましょうねっていう、そういう動画でございますので、なんとかね、今後も一生懸命続けてまいりたいと思います。11月に入りますとですね、今度ね26日ですかね、25日26日で、全国の、演劇選手権の大会がございます。で、お産運役ね、演劇選手権の予選会に、出ましてね、そこで選手権を獲得してしまっているものですから、今後ね演劇の方もまた練習したいんですけれども、宮城県の演劇の、練習の事情があるんですよ。っていうのがね、宮城県の演劇を練習できる場所って、今おさがねこう練習しているこの道場ですね、ここは宮城県武道館、宮城県武道館の中にある宮城県弓道場というところなんですけれども、ここのね敷地内に一箇所だけ演劇場があるんですけれども、夜間ね練習ができないんです。的の方にね夜間照明がないので、日中のみの練習っていうことなんですね。使用ができるよっていうのは日中のみなんです。ですので、基本ですね、社会人になると演劇の練習っていうのは、まあ土曜日お休みの方は土曜日の日中可能かな、で日曜日しか練習できないとかね、で日曜日も何かこう貸し切られていたりすると全く練習ができないとそういう状況があるんでございます。ですので、なかなかね宮城県で演劇の練習っていうのは難しいんです。なんかねこう田んぼとかね、ああいうところに的をかけてねポーンとね、やったらいいじゃんっていうことも、考えはできるんですけれども、まあいろいろね安全面とかそういった問題もございましてね、おそらくおさんがねただどっかのね知らないとこ行って荒れ地みたいなところでね的を立てて60メーター先の的に向かって練習始めたら、多分通報されて、おさんピーポーピーポーってこうね逮捕されちゃったりはね検挙されちゃったりとかねそんな状況になるとまあ予想されます。ですのでなかなかね演劇っていうのはね難しいんですよね。宮城県で演劇をたしなまれる方っていうのは、まあ仕事を、まあ、リタイアされたご年配の方たちとか、あとはそうですね国体とかこういうのにね関わる人たちは、まあ土日国体の、強化練習会とかねアイドルに参加してて演劇の練習ができるのかなと思うんですけれども、みんなこんな状況なので宮城県としてはなかなかね演劇っていうのに親しみがないっていうか親しむ場がないっていう状況なんでございますね。本当にねそういう数少ない、練習の場でですね、こう実力を向上させていく、で国体選手なんていうのは一人が、金敵と演敵を、競技をしなければいけないっていう状況がございますので、なかなか難しいですね。その中でもね、今回演劇の方で、入賞をすることができたっていうのは本当に良かったなと思っております。高校生なんかはねなかなかね、初めて国体選考会に選手に選ばれたら初めて演劇を、やりましたっていうね子たちも結構いるはずなんですね。でどうなんだろうよその県なんかはどうなんでしょうね。演劇の試合とかね演劇の練習場なんかはみんなどうやってるんでしょうね。ちょっと本当気になるそんな感じでございます。まあいかんせんねそんな状況でございますので、おさんもね選手権に向けて、頑張っていきますけれども、
選手権は今度竹弓で の参加になるので、とりあえず、遠的の練習はちょっとなかなかできないんですけれども、竹弓にねちょっと体を慣らして、なぜかというと竹弓が強いからです。おっさんね、今この10日で使ってる弓は、4寸伸びの17キロなんですけれども、グラス弓です。で、今度遠的選手権で使用しようとしている竹弓ってもう20キロ超えているので、なかなかね硬いんですよ。で、最近になってすごくね寒くなってきたじゃないですか。夏場に竹弓自分のね引いてみた時に、あれこれ本当に20キロあるのかなっていうぐらいね軽かったんですけれども、最近ね竹弓をちょっと引いてみて、なんかだんだんね本来のその球力っていうのが戻ってきたような感じでね、硬いんですよ。まずそういうのにね、体を慣らしていかなきゃいけないっていうのもございますし、まあいろいろ準備を整えて、東京に向かいたいと思います。先ほども言いましたが、どんどん、急にですね、あれだけ暑かった気温がですね、本当に急に寒くなってきまして、ここね宮城県でも今ね動画ではねおさ半袖着てるんですけれども、この日はちょっとね暖かかったんですけれども、だいぶ寒くなってきて、夕方は一桁台に落ちることも、まあ珍しくなくなってきました。本当に寒くてですね、先日北海道なんかでは50センチ以上の積雪でしょ。皆さんもね風邪など引かれないように、健康には十分気を使ってですね、練習に励まれていただけると嬉しく思います。これが、今日の20射目ですね。まあ当たるは当たるんですけども、だんだんこう矢どころが怪しくなってきておりますね。まあこれがまだまだおっさんのまだまだなところですね。ここまで動画を見ていただいて大変ありがとうございます。もしよろしければ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、次回の動画までお元気で。じゃあねー。